海と日本プロジェクト。毎年ハタハタを狙う釣り人でにぎわう酒田北港。しかしその周りにはポイ捨てされた釣り糸や空き缶などのゴミが散乱していたのです。ゴミのないきれいな海岸にしようと県が取り組んだのが、美しい山形の海プラットフォーム主催のハタハタプロジェクト。県から委託を受けた地元のボランティア団体が海岸の清掃活動を行うのです。今回活動を行うのは NPO 法人庄内海浜美化ボランティア。地元酒田市で20年以上も前から海の美化に取り組んできました。私たちの主たる活動っていうのは、釣り人のゴミを拾って釣りしているところをきれいにしていこうと。ここも港なもんですから、豪華客なんかも入ってくるんで、まずそういう人にこう汚いところを見せたくないということでやってます。皆さん、自分のゴミは持ち帰るようにしましょう。中にはこんな危険なものも。まだ大人にならないカモメがそれをくちばしにかかったり足にかかったりして、カモメは死んでいます。こんにちは。近くの釣り具店にも足を運び、ゴミの持ち帰りの啓発を行います。今日は200枚のゴミを持ち帰りましょうので、はい、袋を持ってきましたので、はい、お客さんの方に配っていただければと思います。はい、海は景色もいいんで綺麗な海指定です。もうゴミのない海。また来たくなる港町へ。その思いを胸に海岸の清掃活動に取り組みます。海と日本。